どういうことなのだろうと思っていたのですが、私は初めてこういうことに際して世の中のルールを知った次第ですが、ずっと本人にも会えず誰にも会えないので、何が起こっているかということは、皆さんがテレビに報道なさることを聞くしか方法がないという時間がずっと続きました。その間にも報道の方もいらっしゃったので、お答えしなければいけないかったのかもしれませんけど、何が起こっているのかわからない時点で2日間はずっとそういうものを見る時間が続きました。そして昨日の前日、おとといにやっと弁護士さんと会えて、逮捕された直後の雄太の供述というのを聞きました。昨日はあと接見時間というのがあったのですが、これも初めて知ったことですが、接見というのは事件のことを一切話してはいけない、そうすると接見時間が終わってしまうということで、まずは3人で1組になって1日1組しか会えないということで、15分ありますので、まずはご迷惑をかけたお仕事がどのような状態になっているか、どんなにたくさんの方があなたの代わりをして、撮影の撮り直し、そのことをまず本人に伝えなければいけないということで、それでもうほとんど10分は終わり、本人もただ泣いてすいませんすいませんを繰り返すばかりで、私たちも初めて顔を見たので、かけた言葉もよく覚えていませんが、ちゃんと自分のしたことは分かってるよねって言ったら、申し訳ない申し訳ないしかなかったと記憶しています。高畑さん、ご自身はその事件のことを聞かれてどんな思いを抱かれたんでしょう。何のことかよく最初は正直分からなかったです。これまでも不祥事を起こしたら私に仕事がなくなると、私から仕事を取らないでというようなことをおっしゃったように伝えられているんですけれども、それはどういう時にどういうお気持ちで雄太容疑者に話した言葉だったんでしょう。私どものように皆様の目に触れる機会が多い人間がいけないことをすると、お互い差し違えて死ぬぐらいの覚悟でやらなければいけない仕事だと、それは仕事を取らないでイコールやってはいけないことをやってしまうと本当差し違えて死のうねっていうのが合言葉のように、そういうことが分かってもらえるならというつもりで言った言葉ではありますけれど、それがどう彼に響いていたのかはちょっと分からないです。つまりそれはやってはいけないことをやるかもしれないという危うさが母親としてあったということですか。それは思春期とかそういう時代を、そうですね、あったかもしれないですね。具体的には何かその母親として普段感じてた危うさというのはあったんでしょうか。危なかしいと思っていました、はいはい、具体的に何かあったんでしょうか。日常生活がきちんと、例えば仕事の前にきちんと寝るとか、そういうことを見ていると、そうですね、不安な要素はありました。それはいつ頃からだったんですか。小さい頃からあったように思います。では次の方、テレビ朝日のモーニングショーの山崎です。昨日面会された様子なんですけれども、覚えている範囲で構わないんですが、雄太容疑者はどのような様子だったんでしょうか。はい、
はい、何度も泣いたのか、目がもう腫れ上がって、とにかく震えて泣いているばかりだったです。本人は今回の容疑なんですけれども、強姦致傷の容疑ということなんですが、これを認めているということなんでしょうか。私も今回初めて知ったんですが、接見をする場で事件のことを喋ってしまうと、ずっと接見禁止というものになってしまうので、事件のことは一切話してはいけないんだそうです。ただそのすみませんと言っている様子からすると、まあ、この罪、犯した罪というのの大きさ、それをすべて受け入れているという様子でしたか。そのように思いました。高畑自身からはどのような言葉を実際かけられましたか。今も申し上げましたように、外での様子がまるで分かりませんので、いろいろな方にご迷惑をかけている状態、お仕事が大変なことになって、そのリカバリーにどれだけの方がどれだけのことをしているかということをまず分かっておりませんので、その報告をしなければということがもう10分でしたので、私どもは何を言ったんですかね、もうほとんど覚えてないですが、大変なことをしてしまったねっていうことと、本当に一生かけて謝らなきゃいけないよっていうことと、でも社長と私と姉と3人で会いましたので、こんなことは本当に不謹慎で言ってはいけないんでしょうけども、本当に申し訳ないことをしたねって言った後に、でも私はどんなことがあってもお母さんだからと、姉はどんなことがあっても雄太のお姉ちゃんだからっていう、その3つだけを言ったように記憶してます。申し訳ありません、そんなことを言って。今はどんな言葉をかけますか。まず相手の方の気持ちを考えること、今申し上げてましたように、こんなことになっても親というのは本当にバカな生き物で、どうにかしてこれが間違いであってくれとか、息子のことをかばおうという気になってしまいます。でもそれは今やってはいけないと思っています。被害者と言われる方がもし自分の娘だったらということを頭の中ですり替えて、物事を冷静に見なければと思っています。自分の息子がやったことではない、被害に遭ったと言われる方が自分の今いる大切な娘だったらと考えなければというふうに置き換えて物事を見ようとしております。はい、次の方。中京テレビです。はい、よろしくお願いします。その今お話しされました被害者女性についてなんですけれども、すでにもう会って謝罪は済んだのかどうか。はい、まずその方にお会いしたかったのですが、お会いすることはできませんでした。会おうという努力をされたということですね。会う予定とかっていうことは立ってるんですか。今のところ立っていません。今も自分の娘のようにっておっしゃいましたけれども、が被害に遭ったらということですけれども、この被害者女性に遭ったら高畑さん、なんて謝罪をされますか。まずお怪我のことを伺わなければいけないと思いますし、お怪我以上に本当に申し訳ないっていうしか言葉が見つからないです。では次の方。はい、すいません。後ろの方。はい、どうぞ。長谷川さん、そして。あ、はい、すいません、テレビ朝日の長谷川と申します。よろしくお願いいたします。息子さんなんですが、
芸能界に入ってから変わったなというようなことはあったのかということを教えていただけますか。芸能界に入っても芸能界に入ったからということではないように思いますが、まあお付き合いも広がりますし、それを変わったというか変化というのであれば、それは環境は随分変わったと思いますが、最近都民にお忙しくなってきたと思うんですけれども、そういう中で変わったなということはなかったでしょうか。それはもちろん生活のサイクルは変わりましたですけれども、でもそういうことと今回の事件を結びつけてはいけないと思っています。ご自身の子育てについては今どのように思ってらっしゃいますか。自分なりに精一杯やったつもりではあったのですが、このようなことになってしまった以上何も言えることではないと思っています。私の育て方がいけなかったのだと思っています。高畑さんはどんなことを思いながら今まで子育てをされてきましたか。嘘をつかないこと、人様に迷惑をかけないこと、人に感謝をちゃんとすること、そのようなことを言ってきたつもりではありますけど、もうそんなことはこの場で言えることではないと思っています。なぜ今回息子さんがこのような事件を起こしてしまったというふうに思われますでしょうか。彼の甘さだと思います。甘さだと思います。では次の方、はい、では後の男性ですか、はい、フジテレビのグッディの大村と申します。よろしくお願いいたします。先ほど被害女性にお会いしたかったですけれど会うことできなかったと、これは被害女性の方が会うことを拒否されていると解釈してよろしいんでしょうか。このような詳しいことまで言ってはいけないんでしょうけれども、取り調べがあるのでと聞いています。お約束の時間がそうなってしまったので会えなかったと。この雄太容疑者はこれまで高畑さんにね、彼女を紹介したりとか、こういうこと付き合ってるんだという女性を紹介したことはあるんですか。あります。それいくつぐらいの時に、何人ぐらい、具体的に教えていただけますか。学生時代もありましたし。じゃあそのあたりは女性関係に関してはオープンにお母さんには報告していたという。はい。ただ今回こういった事件が起きたということは、まあ、相当ショックだったと思いますけれど、さっきおっしゃってたその不安な要素というのは何をもって不安に感じられたんでしょうか。規律をちゃんと守れないというところが、学校の、まあ、修学時代の遅刻とか、まあ、家への帰宅時間とか、まあ、そういう思春期の頃は皆さんあるんでしょうけど、例えば細かなことで申し訳ない、今回の事件と比較してはいけないですけど、学校での授業態度とか、もう細かくありますですよね。レポートを出さなきゃいけないとか、そういうことの一つ一つが、そういう規範をちゃんとできないところからです。一緒にお酒を飲むこともあったと思うんですけれど、お酒を飲んだらどうなるかという、親として感じるところはありましたか。お酒はそうですね、普通だったと思います。変わってしまうとか乱暴になるとかということは、私と飲んだ限りはなかったように思っておりますが。性癖に関して何か気づくところはありましたでしょうか。
それは、あの、男の子供を他に持っておりませんので、男の子というのはこういうものかなぐらいなことしかないですね。例えばちょっと性欲が強いんじゃないかとか、性的な思考が何かちょっとおかしいんじゃないかとか。性的な思考がおかしいと思ったことはなかったですね。あの、今後起訴されて裁判となるとかなり厳しい量刑が予測されているそうですけれど、このあたりは覚悟というのはされているんでしょうか。罪を犯した以上、罪に服すべきだと思っています。今後、あの、裁判で情状証人としての出廷なども考えられると思うんですけれど、そのあたりはいかがでしょうか。何でもやらなければいけないと思っています。被害者に対して何かやるべきことというのはどういうことですか。被害者の方に対して何かすべきことというのはお考えですか。まずは本当にお会いして早く謝罪をしたいなと思っていますが。それはお言葉、何とか会って面会をして謝罪をしたいという。あの、ご自身のお仕事にも影響が出ているようですけれど。私はこのあと雪まろげという舞台を引き受けしていて、今回のことがございましたので、私が舞台に立ってはいけないのではないでしょうかとお伺いを立てました。東方の方が高畑さんが立たないといけないんです。1万人の方が切符を買ってらっしゃるんです。この状態でお芝居をやるのは自信はないですが、舞台に立って今月、今年いっぱい地方の方にも舞台をお見せするのが私の釈罪だと思っています。ごめんなさい、すいません。では次の方。すいませんでした。では手前の女性。すいません、あの、はい、アベマ TV の菊池と申します。ユータ容疑者は本当に今人気が急上昇している俳優で、たくさんお仕事が来てたと思うんですが、その活躍ぶりを母としてどのように捉えていましたか。ありがたいことだと思っていました。その仕事に、まあ、本当に多大な迷惑をかけたと思うんですが、同じ女優としてどのような気持ちですか。許されることではないと思っています。特に、あの、24時間テレビが週末にありますけども、そこでもパーソナリティ、そしてドラマに出演されていて、かなり大役を務められていたと思うんですが、それに対してはどうでしょうか。本当に お詫びの言葉も見つかりませんし、現場での皆様のことを考えると、もう想像できないほどの大変なことを皆さんがなさっているわけですから、何をしたらいいのかも想像つかないです。もう、あの、面会したときに、その雄太容疑者はこのように仕事に迷惑をかけているということは自身では感じているようでしたか。はい、もちろんそれはもう申し訳ない、申し訳ないと、もう頭の回路が止まっているみたいですけど、ただその申し訳ないを繰り返すばかりでした。あの、先ほど危うさっていう部分が出たと思うんですけど、女性に対して危ういなっていう部分っていうのはあったんでしょうか。はい。どういうところですか。この芸能界に入って見たこともないような綺麗な方を見て浮かれている様子を皆さんもご存知だと思いますけど、あのまんまでした。
共演したらすぐ好きになってしまうとか。そうですね、それは女性に限らずお友達にもそうでしたし、すぐ人を人になんか人を好きになるというのは男女問わずそういうところはありましたですね。それがイコールこのようなことにっていうのは、まあ、考えられなかったってことですよね。ここまで愚かだとは思わなかったですけれども、先ほどもおっしゃいましたけど、そういう危惧というのは常にあったような気がします。では次の方。じゃあすみません、ずっと上げてらっしゃる上手壁側の女性回していただきます。すみません、 TBS テレビビビットのジョージと申します。よろしくお願いします。ですね、今日雄太容疑者はお母様が自分のためにこのような会見を行うという事実はご存知なんでしょうか。外の情報は何も入りませんので知らないと思います。新聞、携帯、何も持てませんので。昨日面会をされた際にこういう形でお母様の方から会見謝罪を行うというようなことも特に伝えてはいらっしゃらないでしょうか。はい、15分しかありませんので、まずはどれだけのご迷惑をおかけしたかということ、それを所属事務所の社長さんが、10分ほど使ってご説明になって、想像はしていたのだとは思いますが、まあ、それを聞くのが精一杯で、今日のことは言ってないと記憶していますが。面会をされた際にとにかくすいませんすいませんというふうに、容疑者謝っていたというお話先ほどありましたが、そのすいませんすいませんというのはお母様からご覧になって何に対して謝っているように受け取られましたか。ご迷惑をかけたこと、被害者とされている女性のお気持ち、仕事関係のこと、そして私や姉のことも言っていました、家族のこと、今までここまで力をお貸しくださって働く場所を与えてくださった、所属事務所の社長さんに対して全てのことをなくしてしまうということに対して申し訳ないということだと私には見えました。事件のことを聞かれたときは先ほど訳が分からなかったとおっしゃっていまして、まあ、面会できるまで少し日にちがあったと思うんですが、その間、雄太容疑者が送検される様子というのはニュースなどで高畑さんご自身ご覧になってますでしょうか。はい、その間の情報は皆さんが報道なさることしか頼るものがなかったので見ました。なかなか息子さんに会いたくても会えないという状況の中でニュースでご覧になった送検される雄太容疑者の様子というのはどのように目に映られましたか。その時も やはりもうでも辛いとかそういうことよりもこれが現実なのかというのが一番近い気持ちかもしれないと思います。車の中でだいぶ呆然とした様子で雄太容疑者一点を見つめていたように私たちには見えたんですが、お母様にはその表情というのはどのように読み解かれましたか。昨日の接見の状態ではそうですけど、頭がよく動いてなくて、なんか事態を整理できてない
みたいな状態の目に私には見えました。ありがとうございます。次の方では、手前側の女性。はい、中京テレビの島田と申します。こうやって例えば成人したお子さんが不祥事を起こした場合に親の責任とかどこまで関わるべきなのかとかよく議論をされますが、高畑さんはその親の在り方というものをどう考えていらっしゃいますか。はい、まあ、成人した男性ではありますけれど、私はもちろんその前に高畑雄太がそうであったようにいろんな方のお力を借りて拝借してこのように仕事をする場を遅咲きながらも与えていただいた一つの母親であって人間でありますけど商品です。そこのところを自分でどう整理すべきか。ですから成人した男性であれ母親の気持ちとしては共に食材すべきだという気持ちが一番に走っておりますが、私だけの気持ちで動いていいのだろうかということも頭の隅には置かなければいけないんだろうなと思っています。お答えになっているかどうか分かりませんけれど、成人している男性だから自分とは関係ないとは絶対言えないと思います。あと先ほども女性の話が出ていましたけど、その雄太容疑者が女性に対する態度っていうのはお母さんから見てどんな感じに見えましたか。例えばちょっと上から偉そうにするのかとか甘える方なのかとか。普段の様子ですか。はい、彼は誰にでも上からとかそういうことはなかったように思います。特別な上からなんかしてるとかそういうことを感じたことはないです。今までそういった女性とトラブルになったりということはなかったんですか。はい。それでは次の方では、センターの男性ですね。毎日放送の大吉と申します。よろしくお願いいたします。先ほど雄太容疑者思春期の頃は規律を守れないことがあったりとか、そういう不安な要素もあったと高畑さんおっしゃってましたけれども、二十歳を超えて成人になってからも何かそういう気候であったり問題行動不可解な発言とかいうのはあったんですか。お仕事を始めてからは、学校時代はゆすっても学校に起きないみたいなこともあってお勉強も嫌いだったんですが、お仕事を始まってからは自分で目覚ましをかけて行って、そうですね、ちょっと変わったところはある子でしたけれど、まあ夜きちんと寝ないとかそういう心配なことはありましたけど、きっこう、いや、まあ、喜んで仕事をしてましたので、その思春期のあの困った状態の人がここまでなるんだと思ったりしてた次第なんですが。あの困った状態の人がということは、やはり若い頃、まあ、学校に通ってた思春期の頃っていうのはかなり目立った問題行動がよくあったんですか。お勉強が嫌いだったので学校で寝てたり遅刻が多かったです。そういう意味ではこの特殊な芸能界入りをするときに高畑さん自身は不安に思っていたことというのはなかったですか。思っていました。ただその時はその変わった要素が意外性を持つという、まあ、こんなことをこの場で言うべきことではないと思いますけれども、ありがたいお仕事をだなみたいに安易に思っていたように思います。まあ、今後裁判が始まっていくと
どんな判決が出るかというのはまだ誰も分かりませんが、実刑も免れないというような報道も出ています。厳しい現実がどんどんと押し寄せてくると思うんですが、そんな中で高畑さん自身はお仕事を続けていける、その精神面は自信はありますでしょうか。先ほども申し上げましたが、高畑雄太がたくさんのお仕事関係の方に多大なご迷惑をかけているのと同時に、私が今お引き受けしているお仕事をここで降りてしまっては同じことをしてしまうと思います。申し上げましたように、12月まではこれを務めることが自分の食材だと思っております。その後のことはまだ考えておりません。それでは次の方、テレビの方が続きましたので、新聞雑誌の方よろしければ、ではセンターの後ろの方の方お願いします。すいません、日本テレビスッキリの大竹と申します。雄太容疑者とは高田さんはご自宅でご一緒に暮らしていらっしゃったんでしょうか。はい、大学、演劇大学が終わって一人暮らしをしていたのですが、連続して出演させていただける番組がうちの近くだったものですから、1年ぐらい前からまた戻ってきました。お二人とも忙しいかと思うんですが、自宅で一緒になるような日というのは多かったんでしょうか、この1年間は。そうですね、私は基本的に外に出ないので、仕事が早かった時は多いかどうかは分かりませんが、自宅でいる時間もあったと思います。今回映画の撮影で群馬に行っていたということですが、いつから群馬に行っていたというのはお分かりでしょうか。はい、一度行ったのが8月の上旬、10日ぐらいに3、4日やっぱり行きまして、そして今回、仕事先からそのまま群馬に向かったと思っています。最後に雄太容疑者と会ったのは、そうしますといつになりますでしょうか。8月23日に、8月20日ぐらいだと、19日か20日ぐらい、朝出かけていく時だと思います。その時はどのような会話のやり取りだったんでしょうか。それがですね、早朝の仕事からそのまま群馬に行くということなので、泊まりのものがいろいろ、タオルとかそういうものがなくなっていたので、泊まりに行くんだなということで、顔を見てないまま仕事に行って、そのまま群馬に行ったような状態で送り出してはいません。じゃあ会話のないまま、現在に至っているということですね。そうですね、朝早く出て行ってままです。何か変わった様子などを見受けられましたでしょうか。顔を合わせておりません、はい、顔を合わせないのがじゃあしばらく続いていた状態ですか。いや、でも帰ってきてますので、夜寝てるところとか、ソファーに転がっているのは見ていますが、じゃあ多くの会話があったというわけではなかったんですね。そうですね。あと最後に一つ、昨日面会での差し入れは何を差し入れたんでしょうか。 T シャツです。 T シャツ1枚。今後も面会に行こうというお考えはございますか。はい、その際何かこう差し入れたいものとかありますでしょうか。今まだはそこまで考えが進みません。ありがとうございました。それでは次の方、新聞雑誌の方でいかがでしょうか。では、いらっしゃらないようでしょうか。ではですね、手前側の男性、下手側の前から2列目に。週刊文春の柏木と申します。かなり芸能界に入られてから浮かれてたという話をさっきおっしゃってましたけども、他の芸能人の方から何かこう苦言というか、役所の仲間の方から何か言われたりしたっていうことはありましたか。私の知る限りでは、苦言というものはなかったように思います。いろんな方からお誘いをいただけて、可愛がっていただけ
てるような気がしてました。かなりその女性の芸能人で彼のことをちょっとまあ嫌がっているような方がたくさんいらっしゃったようですが、それをまあテレビでそういうのが流れた時に高田さんご本人はどういうお気持ちで見てらっしゃったんでしょうか。ああいうタイプの男の子が嫌なのは多いだろうなと思います。ありがとうございます。非常にでは次の方いかがでしょうか。では一番下手の壁側男性お願いします。読売テレビ宮根屋の中山と申します。よろしくお願いします。その母親がこのあたり分かるのかっていうのは疑問なんですけれども、その性的な衝動を抑えられないというような行動にこうブレーキがかからないというようなそういったところはあったんでしょうか。私が見る顔は家庭の中だけの顔で、その中で今思い出されることはないように思いますが、警察ではその計画性があったんではないかということも含めて調べを進めている中で、ご本人は欲求が抑えられなかったと、ドアを開けたところに立っていた女性に対してそういう欲求が抑えられなかったというふうに話していると伝えられていますけれども、そういうことがありそうな雰囲気というか、そのことは今、はい、皆様が報道されていることなので、うん、それがどうであるかということはこの場では本当に申し訳ないんですが、これまでのその息子さんとの関わり合いの中ではそういう感じというのはなかったわけですね。そうするとないと思っていました。トラブルはなかったというふうにおっしゃってましたけれども、こういった犯罪というのは繰り返される傾向というのがあるのはご存知だと思うんです。例えば以前に当事者間の話し合いで収まったけれども、実は無理やりそういうことがあったんだとか、そういったことは過去にあるんでしょうか。ユータさん、ユータ容疑者が過去に当事者間の話し合いで済んだけどもというようなことはございません。そうするとお母さんからしたらこんなことが起こるというのは全くもって予想だにできずというか、それこそ危機感ということを先ほどから聞かれてましたけれども、こういった性的な犯罪が息子が起こすということに関しての危機感というのは感じられなかった。ございませんでしたが、もう今それを言ってももう いけないことではないかと思うほどなので、はい、家族であるとかたくさんの仕事であるとかこういったものでブレーキがかからないっていう状況はお母さんから見てどう感じられますか。家族が22歳の男性にずっとついていることは、ただうちでの私のできる限りのケアはしたような気でおりましたが、それも今申し上げることではないように思います。ありがとうございます。すいません。予定時間を過ぎました。全てのご質問にお答えしたいと思います。はい、では、次のご質問、そしたら前の方の女性の方。すみません、たびたび申し訳ないんですけれども、先ほど接見の時にはその雄太容疑者についてそのこの罪状については伺えなかったということなんですが、弁護士さんからはどのようにお話があったんでしょうか。というのは今この、その交換致傷という容疑になっていますけれども、これを全て認めているということなんでしょうか。そのことは皆様方の方がずっとお詳しくていらっしゃると思うんですが、申し上げられない。弁護士さんからは何も伺ってないですか。そのこの場で申し上げることはできないと思います。
私もたびたびこのような会見を一視聴者と見てるときにどうしてぐずぐず言わないんだろうと思っていましたけど、世の中には私どもの知り得ないルールがたくさんあるんだということを今回初めて、本当に初めて知りましたので、その辺はどうぞご容赦ください。では次の方。では上手側の女性。すみません、事件のことをお話しすると接見が禁止になるということではあったんですけれども、例えば息子さんの方から被害者の方について、例えば謝罪のようなことっていうのはあったんでしょうか。はい、もちろんです。申し訳ないを繰り返すばかりでした。その申し訳ないというのは、お母様に対してだけではなくて被害者の方に対しての申し訳ないというお話も。そのように思っております。続いての話になりますけれども、高畑さん、本当にお手をずっと挙げられている方がいるので。わかりました。じゃあ一つだけ、はい、高畑さんが昨日その話した、言葉としては申し訳ないだけですか、それとも他に裕太容疑者は何か話した言葉がありますか。仕事のご迷惑はどうなってますかということをまず言っておりました。その2つですか。言ってはいけないんでしょうけど、まあ、死のうと思ったみたいなことを言っていましたね。あとはもうあまり震えて泣くばかりで、理路整然と何がどうでどうでということを言える状態ではなく、まず仕事のことをご迷惑がどうなっているかというご報告をまず自分の中で整理して、どれだけのことが外で起こっているかということを聞くのが、自分が何か言うというよりは外のことを把握しなければいけないということ、それと、まあ相手の方のご迷惑もそうですけども、何もいないところ、そのご迷惑のことをまず気にして聞いているという、それがほとんどだったと思います。では次の方。では一番後ろの女性。テレビ東京の佐藤と申します。よろしくお願いします。話が多少かぶってしまうところがあるかとは思うんですけれども、22歳の息子さんということで成人された男性という中での親としてこう会見を開いたりだとか、お仕事、高畑さんご自身のお仕事での対応について親の立場としてどう考えられていますか。私の対応を親の立場としてですか。成人された男性の犯罪というのに対して、親が出てくること。はい、そうです。成人した男性ではありますが、私どもの仕事をさせていただいておりました状態が、じゃあ切り離して22歳の成人男性のしたことですからと切り離せるような状態の仕事の仕方ではなかったようにも思いますし、8月23日から、うちの前にもたくさんの方がいらしてますし、それも含めてこの場で ご報告をしなければ近隣の方々へのご迷惑もありますし、それは親が出てくるべきことではないのではということですよね。親の立場として息子さんをどういうふうに、守っていくだったりとか、どういうふうな対応をしていくだとかというのを教えてください。そのことに関しては次にやらなければいけないことだとは思っていますし、でもまずは皆様にご報告と、とにかくご迷惑をおかけしたこと、そのことを一つして、でこれからこれはもうずっと続くことですから、そのことを頭で整理して、
そして最終的にどんなことがあっても、どんなに申し訳ないことをしたとしても、私は親として最後まで守るとかガードするとかということではないですけど、親でいるということが最後の最後に来ると思っています。それも自分の中でよく整理できていないので、ちゃんと申し上げられなくて本当にすみません。では次の方です。すみません、ずっと挙げていただいた上手側、壁側、男性、お願いします。デイリースポーツの福島と申します。よろしくお願いします。ゆうた容疑者、まあ、いわゆる女性好きのキャラクターと、まあ、その先ほどおっしゃっていたいわゆる危ういキャラクターが一つ人気の秘訣にもなっていたかと思うんですけれども、そのゆうた容疑者テレビで話していたそのご自身のキャラクターっていうのは、その高橋さんがおられるになってもその素のままのキャラクター、誇張のないキャラクターだったとお考えですか？そのように思っています。であればその誇張のないキャラクターがいったその、まあ、ちょっと危うさがあるのであれば、そのまま活動を続けていくことに不安というか、その何か起こるのではないかという危惧というのは母親としてはなかったんでしょうか？それは正直ないわけではございませんでした。ただそのままかというと、私どもはバラエティートークショーというものに携わらせていただいておりますので、まあ、そのままかというご質問にはちょっと答えが違っているかもしれませんけれども、そうですね、危惧は ありましたですね。あと被害女性の方、まあ、まだお会いできてないという話ですが、まあ、お会いされる機会があったとして、その、まあ、今後その量刑のこと等にも影響すると思うんですけど、まあ、示談がでに持っていきたいというような思いはお持ちでしょうか？それはこの場で申し上げることはできないことになってしまうと存じます。どうぞ次の方。そうでしょう。じゃあ隣の方です。お疲れのところすいません。いえいえ、スポニチの桑原と申します。あ、こちらです。すいません、すいません。先ほどなんですけれども、ご自身 のお仕事につきまして、まあ、今年いっぱいは舞台をしっかり務め上げると、でその後のことはちょっと考えることができませんということだったんですけれども、ご自身の身の振り方に関して、まあ、例えば活動自粛であるとか、そういう選択肢はあるんでしょうか？それは先ほども申し上げましたが、私の思いと、私はこういうふうに整理していますが、私を支えてくれるたくさんのスタッフにとっては私個人で判断してはいけない要素もあります。すべてのことにおいて彼らが日々邁進してくれていることもございますので、ここで自分の意見だけを申し上げることは適切ではないと思っておりますので、ご容赦ください。あと1点なんですけども、息子さんに関してなんですけれども、まあ、まだ何も解決してない状態でちょっとお答え難しいかもしれないんですけれども、いつか芸能界に戻してあげたいという気持ちはありますか？してはいけないことだと思っています。ありがとうございました。どうぞ次の方。その手前側の方。あ、デイリースポーツです。よろしくお願いします。まあ、今の質問の続きになるような形ですけれども、今後その雄太容疑者はまあ罪を償ってという形でなると思いますが、その彼の生き方、今後の生き方として親としてどういうふうに生きていってほしいっていうふうに思われてますでしょうか？自分のやってしまったことをまずしっかりと自覚し把握していくことがスタートだと思っています。ご迷惑をかけてしまった方々への事実、被害者とされる方へのどれだけの思いをさせてしまったかということをちゃんと自分の心の中に植え付けることが、そこをちゃんと確認してそれを抱えることが一番だと思っています。その後はどういうふうに彼には生きていってほしいと
こまで考える余裕がありません。では次の方いかがでしょうか。ではその手前側の方。すみません、スポーツ報知の安室と申します。よろしくお願いいたします。先ほど死のうと思ったというようなことをおっしゃっていたということでしたけれども、その言葉を聞いてどのように感じられましたでしょうか。そんなことを思うならこんなことをしてはいけないんだと思いましたけれど、事件以来一睡もされてないというようなお話もありましたけれども、高畑さんご自身の体調というのは今いかがなんでしょうか。大丈夫です。次の方いかがでしょうか。じゃあ手前側の、はい、どうぞ。東京中日スポーツの高橋と申しますけれども、申し訳ありません。雄太容疑者の芸能界入り、高橋さん尽力されたと思うんですけれども、いえいえ、それは今こうなって芸能界に入れたことに対して後悔されてるとかそういった思いないですか。芸能界に入ったからとかいうことではないように思います。芸能界に入ったからこんなことをしたとかそういうことはつなげてはいけないことだと思っておりますし、本当に一瞬ではありましたけれど、たくさんの方に可愛がっていただきまして、お力添えをいただいておりましたことに感謝を申し上げる次第です。もっとこうなんか売れるまで下積みをさせておけばよかったとか、そういったこと、そのことに関してはごめんなさい、こんなこと言ってはいけないんでしょうけど、私が後押ししたとかいうことは皆様がご報道なさっているようなことは一切ございませんので、ただ一緒に出るという時には拒否はしなかったり、そんなのはどんな方でも親子でもお子役さんでも同じ役者は共演すること、同じレールの上に立っているものだと思いますので、親だから共演することは嫌だという、そういうことはないですけど、私が後押ししたということは一切ない、ないと思っていないです。では次の方ですね。すいません、ずっと手を挙げてくださって、すいません、下手側の奥の方に女性がいらっしゃると思うんですが。すみません、インターネット報道メディアの、すみません、はい、IWJ の浅野と申します。これまでの質問の中でもすでに出ていることかとかもしれないんですけれども、今回の事件は高畑敦子さんの問題というよりも、高畑成人男性である高畑裕太氏 の, 何よりの問題であり、責任はその高さんにあると思うんですけれども、今後どのようにその彼がこの問題について受け止めていくべきであるというふうにお考えか、お聞かせください。大変なことをしてしまったんだということを何度も自覚すべきだと思っています。もうその一言です。ご迷惑をかけた方のことを頭の中で一日一万回思い出す、それぐらいのことをどんなに謝っても謝りきれないことをしたんだということを自分の頭の中で確認することだと思っています。ありがとうございました。では下手側の方いかがでしょうか。じゃあ手前側の女性です。お疲れのところ申し訳ございません。申し訳ありません。 TBS テレビ新情報セブンデイズニュースキャスターの大谷と申します。群馬に行く時なんですけれども、荷物を準備していたというのを早朝から見たということだったんですけれども、歯ブラシをその時に入れたかどうかっていうのは確認はありますか。うちに歯ブラシが残っていたかですか。あ、いえ、準備をされる時に荷物に歯ブラシを持っていったかどうかなんですけれども、息子の荷物の中に歯ブラシがあったかどうかですか。
知らないです。歯ブラシは基本的には持っていかれなかったですかね。すみません、息子の荷物は見ます。では次の方よろしいですか。その2つ後ろの男性お願いします。あ、日刊スポーツの神岡と申しますけども、高畑さんが現状で、はい、雄太被告、あ、容疑者の、お仕事でご迷惑をおかけしているというどれぐらいのお仕事量があったというのを把握なされてますかね。例えば24時間テレビさんとか何件ぐらいあってで、それの件数って把握なされてますか。はい、ちなみに何件ぐらいなんですかね。10件以上だと思っております。10件以上、まあ、まだそういう段階ではないと思うんですけども、損害とか損害賠償とかっていうふうに発展すると思われるんですけども、それは高畑さんの方で何かこうご対応する予定とかつもり、心づもりっていうのは。それも本当に歯がゆいですが、どちらか言ったらお話できますけれど、そういうことも言ってはいけないことなんだろうなと思っていますが、気持ちとしては何をしてでもという気持ちはありますけど、先ほど申し上げましたように個人で思うことと、私も会社の中の一人の人間だとして考えなければいけないこともあるので、ご容赦ください。ありがとうございます。どうぞ次の方。じゃあその2つ前の方。はい、産経スポーツ新聞の宮越と申します。よろしくお願いします。学生時代に、先ほどの話の中で学生時代に彼女を紹介されたと、オープンな交際をされたということなんですけれども、今現在彼女はいらっしゃったんでしょうか。ちょっと私には今のところわからないです。紹介された記憶はないですか。はい、ありがとうございます。次の方。それとあとすみません、はい、この事件が発覚してから、高畑さんにはなんかどなたかから励ましの声とかはかかってるんでしょうか。たくさんの方がご連絡をくださいました。ドラマ共演者の方とかからもありましたでしょうか。はい、ございました。先日共演されていた高島玲子さんの身にもちょっと不幸がありましたけれども、何か高島さんからご連絡みたいのはありましたか。そういうことはこの場で申し上げてはいけないことだと思っております。あと最後にすみません、次の面会はいつ行くご予定ですか。先ほども申しましたように、平日1日1組のみ3人ということですので、まずはご迷惑をおかけした、お仕事関係のことも含めて、会社の、関係の方にその3人1組をご優先して差し上げなければいけないのと思いますし、私たちが心情的に会いたいという気持ちは後にしなければいけないと思っておりますので、予定はしておりません。ありがとうございます。では次の方、内側、あとお二人センターに。すいません、週刊朝日の小泉と申します。事件についてお姉さんの琴美さんとは何かお話をされているのかということと、今後家族として、どういうふうに対応していくかということとか、お姉さんの方とはどういうふうなお話をされているんでしょうか。姉はまずこの報道があったときにまず大泣きをしていましたけれど、やはり泣いている場合ではないと、まず謝る気持ちとどうしていかなきゃいけないかということを、事実を冷静に見ていかなければいけないんだから、2人いますと、どっちかが泣いてどっちかがしっかりしなきゃということが交互に訪れるんですが、今後のことも
今後のことの前に今やらなければいけないことがあるんだから、そうだねって、またはそれをお互い気づきながら、まあ、家族だけになりますと違う気持ちが、また息子への気持ちが出てくるんですけど、それはいけないんだよ、またお互い言い合う、それはもうダメなんだよというようなことを言い合ってるという感じです。ありがとうございます。すいません。次の方いかがでしょうか。それでは会見以上とさせていただきます。報道の皆様におかれましては、本日朝早くからお集まりいただきまして大変なご迷惑ご面倒をおかけいたしました。高畑敦子さんは、これにて退場となります。道だけ本当に長時間皆様ごめんなさい、ありがとうございました。あの申し訳ありませんでした。長くお待たせしてお時間いただきまして本当に申し訳ございませんでした。失礼いたします。大の仕事の仕方ではなかったようにも思いますし、8月23日から、まあ、うちの前にもたくさんの方がいらしてますし、それも含めてこの場でご報告をしなければ近隣の方々へのご迷惑もありますし、それは親が出てくるべきことではないのではということですよね。親の立場として息子さんをどういうふうに守っていくだったりとか、どういうふうな対応をしていくだとかというのを教えてください。まあ、そのことに関しては次にやらなければいけないことだとは思っていますし、でもまずは皆様にご報告と、とにかくご迷惑をおかけしたこと、そのことを一つして、でこれからこれはもうずっと続くことですから、そのことを頭で整理して、そして最終的にどんなことがあっても、どんなに申し訳ないことをしたとしても、私は親として最後まで守るとかガードするとかということではないですけど、親でいるということが最後の最後に来ると思っています。それも自分の中でよく整理できていないので、ちゃんと申し上げられなくて本当にすみません。では次の方です。すみません、ずっと挙げていただいた上手側壁側男性お願いします。デイリースポーツの福島と申します。よろしくお願いします。優太容疑者、まあ、いわゆる女性好きのキャラクターと、まあ、その先ほどおっしゃっていたいわゆる危ういキャラクターが一つ人気の秘訣にもなっていたかと思うんですけれども、その優太容疑者テレビで話していたそのご自身のキャラクターっていうのは、その高橋さんがおられになってもその素のままのキャラクター、誇張のないキャラクターだったとお考えですか。そのように思っています。であればその誇張のないキャラクターがいったその、まあ、ちょっと危うさがあるのであれば、そのまま活動を続けていくことに不安というか、その何か起こるのではないかという危惧というのは母親としてはなかったんでしょうか。それは正直ないわけではございませんでした。ただそのままかというと、私どもはバラエティートークショーというものに携わらせていただいておりますので、まあ、そのままかというご質問にはちょっと答えが違っているかもしれませんけれども、そうですね、危惧はありましたですね。あと被害女性の方、まあ、まだお会いできてないという話ですが、まあ、お会いされる機会があったとして、その、まあ、今後その量刑のこと等にも影響すると思うんですけど、まあ、示談がでに持っていきたいというような思いはお持ちでしょうか。
それはこの場で申し上げることはできないことになってしまうと存じます。ありがとうございます。どうぞ次の方。そうでしょう。じゃあ隣の方です。お疲れのところすいません。いえいえ、スポニチの桑原と申します。あ、こちらです。あ、すいません。すいません。先ほどなんですけれども、ご自身 の, お仕事につきまして、まあ、今年いっぱいは舞台をしっかり務め上げると、でその後のことはちょっと考えることができませんということだったんですけれども、ご自身の身の振り方に関して、まあ、例えば活動自粛であるとか、そういう選択肢はあるんでしょうか。それは先ほども申し上げましたが、私の思いと、私はこういうふうに整理していますが、私を支えてくれるたくさんのスタッフにとっては私個人で判断してはいけない要素もあります。すべてのことにおいて彼らが日々邁進してくれていることもございますので、ここで自分の意見だけを申し上げることは適切ではないと思っておりますので、ご容赦ください。あと1点なんですけども、息子さんに関してなんですけれども、まあ、まだ何も解決してない状態でちょっとお答え難しいかもしれないんですけれども、いつか芸能界に戻してあげたいという気持ちはありますか。してはいけないことだと思っています。ありがとうございました。どうぞ次の方。じゃその手前側の方。あ、デイリースポーツです。よろしくお願いします。まあ、今の質問の続きになるような形ですけれども、今後その雄太容疑者はまあ罪を償ってという形でなると思いますが、その彼の生き方、今後の生き方として親としてどういうふうに生きていってほしいっていうふうに思われてますでしょうか。自分のやってしまったことをまずしっかりと自覚し把握していくことがスタートだと思っています。ご迷惑をかけてしまった方々へ の事実、被害者とされる方へのどれだけの思いをさせてしまったかということをちゃんと自分の心の中に植え付けることが、そこをちゃんと確認してそれを抱えることが一番だと思っています。その後はどういうふうに彼には生きていってほしいと。まだそこまで考える余裕がありません。では次の方、いかがでしょうか。ではその手前側の方。すみません、スポーツ報知の安室と申します。よろしくお願いいたします。先ほど死のうと思ったというようなことをおっしゃっていたということでしたけれども、その言葉を聞いてどのように感じられましたでしょうか。そんなことを思うならこんなことをしてはいけないんだと思いましたけれど、事件以来一睡もされてないというようなお話もありましたけれども、高畑さんご自身の体調というのは今いかがなんでしょうか。大丈夫です。次の方いかがでしょうか。では手前側の、はい、どうぞ。東京中日スポーツの高橋と申しますけれども、申し訳ありません。雄太容疑者の芸能界入り、高橋さん尽力されたと思うんですけれども、いえいえ、それは今こうなって芸能界に入れたことに対して後悔されてるとか、そういった思いないですか。芸能界に入ったからとかいうことではないように思います。芸能界に入ったからこんなことをしたとか、そういうことはつなげてはいけないことだと思っておりますし、本当に一瞬ではありましたけれど、たくさんの方に可愛がっていただきまして、お力添えをいただいておりましたことに感謝を申し上げる次第です。もっとこうなんか売れるまで下積みをさせておけばよかったとか、そういったこと、そのことに関してはごめんなさい、こんなこと言ってはいけないんでしょうけど、私が後押ししたとかいうことは
皆様がご報道なさっているようなことは一切ございませんので、ただ一緒に出るという時には拒否はしなかったり、そんなのはどんな方でも親子でもお子役さんでも同じ役者は共演すること、同じレールの上に立っているものだと思いますので、親だから共演することは嫌だという、そういうことはないですけど、私が後押ししたということは一切ないと思っていないです。では次の方ですね、すみません、ずっと手を挙げてくださって、すみません、下手側の奥の方に女性がいらっしゃると思うんですが。すみません、インターネット報道メディアの、すみません、はい、IWJ の浅野と申します。これまでの質問の中でもすでに出ていることかと思うかもしれない、知れないんですけれども、今回の事件は高畑敦子さんの問題というよりも、高畑成人男性である高畑雄太氏の何よりの問題であり、責任はその高畑さんにあると思うんですけれども、今後どのように彼がこの問題について受け止めていくべきであるというふうにお考えか、お聞かせください。大変なことをしてしまったんだということを何度も自覚すべきだと思っています。もうその一言です。ご迷惑をかけた方のことを頭の中で一日一万回思い出す、それぐらいのことを、どんなに謝っても謝りきれないことをしたんだということを自分の頭の中で確認することだと思っています。ありがとうございました。では下手側の方側でしょうか。じゃあ手前側の女性です。お疲れのところ申し訳ございません。申し訳ありません。 TBS テレビ新情報セブンデイズニュースキャスターの大谷と申します。群馬に行く時なんですけれども、荷物を準備していたというのを早朝から見たということだったんですけれども、泊まりに行くんだなということで顔を見てないまま仕事に行って、そのまま群馬に行ったような状態で送り出してはいません。じゃあ会話のないまま、現在に至っているということ。そうですね、朝早く出て行ってままです。何か変わった様子など見受けられましたでしょうか。顔を合わせておりません、はい、顔を合わせてないのがじゃあしばらく続いていた状態ですか。いやでも帰ってきてますので、うん、夜寝てるところとかソファーに転がっているのは見ていますが、うん、じゃあ多くの会話があったというわけではなかったんですね。そうですね、うん、あと最後に一つ、昨日面会での差し入れは何を差し入れたんでしょうか。 T シャツです。 T シャツ1枚。今後も面会に行こうというお考えはございますか。はい、その際何かこう差し入れたいものとかありますでしょうか。今まだはそこまで考えが済みません。ありがとうございました。それでは次の方、新聞雑誌の方でいかがでしょうか。では、いらっしゃらないようでしょうか。あ、ではですね、手前側の男性、下手側の前から2列目に。週刊文春の柏木と申します。かなり芸能界に入られてから浮かれてたという話をさっきおっしゃってましたけども、他の芸能人の方から何かこう苦言というか役所の仲間の方から何か言われたりしたってことはありましたか。私の知る限りでは、苦言というものはなかったように思います。いろんな方からお誘いをいただけて可愛がっていただけてるような気がしてました。かなり女性の芸能人で彼のことをちょっと嫌がっているような方がたくさんいらっしゃったようですが、それを、テレビでそういうのが流れた時に高田さんご本人はどういうお気持ちで見てらっしゃったんでしょうか。ああいうタイプの男の子が嫌なのは多いだろうなと思います。
ありがとうございます。非常に、では次の方いかがでしょうか。では一番下手の壁側男性お願いします。読売テレビ宮の屋の中山と申します。よろしくお願いします。その母親がこのあたり分かるのかっていうのは疑問なんですけれども、その性的な衝動を抑えられないというような行動にこうブレーキがかからないというような、そういったところはあったんでしょうか。私が見る顔は家庭の中だけの顔で、その中で今思い出されることはないように思いますが、警察ではその計画性があったんではないかということも含めて調べを進めている中で、ご本人は欲求が抑えられなかったと、ドアを開けたところに立っていた女性に対してそういう欲求が抑えられなかったというふうに話していると伝えられていますけれども、そういうことがありそうな雰囲気というか、そのことは今、はい、皆様が報道されていることなので、うん、それがどうであるかということはこの場では本当に申し訳ないんですが、これまでのその息子さんとの関わり合いの中ではそういう感じというのはなかったわけですね。そうするとないと思っていました、うん、トラブルはなかったというふうにおっしゃってましたけれども、こういった犯罪というのは繰り返される傾向というのがあるのはご存知だと思うんです。例えば以前に当事者間の話し合いで収まったけれども、実は無理やりそういうことがあったんだとか、そういったことは過去にあるんでしょうか。ユータ容疑者が過去に当事者間の話し合いで済んだけどもというようなことはございません。そうするとお母さんからしたらこんなことが起こるというのは全くもって予想だにできずというか、それこそ危機感ということを先ほどから聞かれてましたけれども、こういった性的な犯罪が息子が起こすということに関しての危機感というのは感じられなかった。ございませんでしたが、もう今それを言ってももう いけないことではないかと思うほどなので、はい、家族であるとかたくさんの仕事であるとか、こういったものでブレーキがかからないっていう状況はお母さんから見てどう感じられますか。家族が22歳の男性にずっとついていることは、ただうちでの私のできる限りのケアはしたような気でおりましたが、それも今申し上げることではないように思います。ありがとうございます。すいません、予定時間を過ぎました。あ、いえいえ、全てのご質問にお答えしたいと思います。はい、では、次のご質問、そしたら前の方の女性の方。すみません、たびたび申し訳ないんですけれども、先ほど設計の時にはその言った容疑者についてそのこの罪状については伺えなかったということなんですが、弁護士さんからはどのようにお話があったんでしょうか。というのは今この、その交換致傷という容疑になっていますけれども、これをすべて認めているということなんでしょうか。そのことは皆様方の方がずっとお詳しくていらっしゃると思うんですが、申し上げられない。弁護士さんからは何も伺ってないですか。そのようこの場で申し上げることはできないと思います。私もたびたびこのような会見を一視聴者と見てるときに、どうしてぐずぐず言わないんだろうと思っていましたけど、世の中には私どもの知り得ないルールがたくさんあるんだということを今回初めて、本当に初めて知りましたので、その辺はどうぞご容赦ください。では次の方。では上手側の女性。すみません、
事件のことをお話しすると接見が禁止になるということではあったんですけれども、例えば息子さんの方から被害者の方について、例えば謝罪のようなことっていうのはあったんでしょうか。はい、もちろんです。申し訳ない、申し訳ないを繰り返すばかりでした。その申し訳ないというのは、あのお母様に対してだけではなくて、被害者の方に対しての申し訳ないというお話も、そのように思っております。あの続いての話になりますけれども、高畑さん、あの本人が本当にお手をずっと挙げられている方がいるので。わかります。じゃあ一つだけ、はい、あの高畑さんが、はい、昨日その話した、言葉としては申し訳ないだけですか、それとも他に雄太容疑者は何か話した言葉がありますか。仕事のご迷惑はどうなってますかということをまず言っておりました。その2つですか。言ってはいけないんでしょうけど、まあ、死のうと思ったみたいなことを言っていましたね。あとはもうあまり震えて泣くばかりで、あの理路整然と何がどうでどうでということを言える状態ではなく、まず仕事のことをご迷惑がどうなっているかというご報告をまず自分の中で整理して、どれだけのことが外で起こっているかということを聞くのが、あの自分が何か言うというよりは外のことを把握しなければいけないということ、それと、相手の方のご迷惑もそうですけども、何もいないところ、そのご迷惑のことをまず気にして聞いているという、それがほとんどだったと思います。では次の方。では一番後ろの女性。テレビ東京の佐藤と申します。よろしくお願いします。話が多少かぶってしまうところがあるかとは思うんですけれども、22歳の息子さんということで成人された男性という中での親としてこう会見を開いたりだとか、お仕事、高畑さんご自身のお仕事での対応について親の立場としてどう考えられていますか。私の対応を親の立場としてですか。成人された男性の犯罪というのに対して、親が出てくること。はい、そうです。成人した男性ではありますが、私どもの仕事をさせていただいておりました状態が、じゃあ切り離して22歳の成人男性のしたことですからと切り離せるような状況。子育てについては今どのように思っていらっしゃいますか。自分なりに精一杯やったつもりではあったのですが、このようなことになってしまった以上何も言えることではないと思っています。私の育て方がいけなかったのだと思っています。高畑さんはどんなことを思いながら今まで子育てをされてきましたか。嘘をつかないこと、人様に迷惑をかけないこと、人に感謝をちゃんとすること、そのようなことを言ってきたつもりではありますけど、もうそんなことはこの場で言えることではないと思っています。なぜ今回息子さんがこのような事件を起こしてしまったというふうに思われますでしょうか。彼の甘さだと思います。甘さだと思います。次の方。はい、では後ろの男性ですか。フジテレビのグッディの大村と申します。よろしくお願いいたします。先ほど被害女性にお会いしたかった
ですけれど会うことできなかったと。これは被害女性の方が会うことを拒否されていると解釈してよろしいんでしょうか。このような詳しいことまで言ってはいけないんでしょうけれども、取り調べがあるのでと聞いています。お約束の時間がそうなってしまったので会えなかったと。この雄太容疑者はこれまで高畑さんにね、彼女を紹介したりとか、こういうこと付き合ってるんだという女性を紹介したことはあるんですか。あります。それいくつぐらいの時に、何人ぐらい、具体的に教えていただけますか。学生時代もありましたし。じゃあそのあたりは女性関係に関してはオープンにお母さんには報告していたという。はい。ただ今回こういった事件が起きたということは、相当ショックだったと思いますけれど、さっきおっしゃってたその不安な要素というのは何をもって不安に感じられたんでしょうか。規律をちゃんと守れないというところが、学校の、修学時代の遅刻とか、家への帰宅時間とか、そういう思春期の頃は皆さんあるんでしょうけど、例えば細かなことで申し訳ない、今回の事件と比較してはいけないですけど、学校での授業態度とかもう細かくありますですよね。レポートを出さなきゃいけないとか、そういうことの一つ一つが、そういう規範をちゃんとできないところからです。一緒にお酒を飲むこともあったと思うんですけれど、お酒を飲んだらどうなるかという、親として感じるところはありましたか。お酒はそうですね、普通だったと思います。変わってしまうとか乱暴になるとかということは、私と飲んだ限りはなかったように思っておりますが。性癖に関して何か気づくところはありましたでしょうか。それは男の子供を他に持っておりませんので、男の子というのはこういうものかなぐらいなことしかないですね。例えばちょっと性欲が強いんじゃないかとか、性的な思考が何かちょっとおかしいんじゃないかとか。性的な思考がおかしいと思ったことはなかったですね。今後起訴されて裁判となると、かなり厳しい量刑が予測されているそうですけれど、このあたりは覚悟というのはされているんでしょうか。罪を犯した以上、罪に服すべきだと思っています。今後裁判で情状証人としての出廷なども考えられると思うんですけれど、そのあたりはいかがでしょうか。何でもやらなければいけないと思っています。被害者に対して何かやるべきことというのはどういうことですか。被害者の方に対して何かすべきことというのはお考えですか。まずは本当にお会いして早く謝罪をしたいなと思っていますが。それはお言葉、何度か会って面会をして謝罪をしたいという。ご自身のお仕事にも影響が出ているようですけれど、私はこのあと雪まろげという舞台を引き受けしていて、今回のことがございましたので、私が舞台に立ってはいけないのではないでしょうかとお伺いを立てました。東方の方が高畑さんが立たないといけないんです、1万人の方が切符を買ってらっしゃるんです、この状態でお芝居をやるのは自信はないですが、舞台に立って
今月、今年いっぱい地方の方にも舞台をお見せするのが私の借財だと思っています。ごめんなさい、すいません。では次の方。すいませんでした。では手前の女性。すいません、はい、アベマ TV の菊池と申します。はい、雄太容疑者は本当に今人気が急上昇している俳優でたくさんお仕事が来てたと思うんですが、その活躍ぶりを母としてどのように捉えていましたか？ありがたいことだと思っていました。その仕事に、まあ、本当に多大な迷惑をかけたと思うんですが、同じ女優としてどのような気持ちですか？許されることではないと思っています。特に24時間テレビが週末にありますけども、そこでもパーソナリティそしてドラマに出演されてかなり大役を務められていたと思うんですが、それに対してはどうでしょうか？本当に お詫びの言葉も見つかりませんし、現場での皆様のことを考えると、もう想像できないほどの大変なことを皆さんがなさっているわけですから、何をしたらいいのかも想像つかないです。もう面会したときに、その雄太容疑者はこのように仕事に迷惑をかけているということは自身では感じているようでしたか？はい、もちろんそれはもう申し訳ない申し訳ないと、もう頭の回路が止まっているみたいですけど、ただその申し訳ないを繰り返すばかりでした。先ほど危うさっていう部分が出たと思うんですけど、女性に対して危ういなっていう部分っていうのはあったんでしょうか？はい。どういうところですか？この芸能界に入って見たこともないような綺麗な方を見て浮かれてる様子を皆さんもご存知だと思いますけど、あのまんまでした。共演したらすぐ好きになってしまうとか？そうですね、それは女性に限らずお友達にもそうでしたし、すぐ人を人を好きになるというのは男女問わずそういうところはありましたですね。それがイコールこのようなことにっていうのは、まあ考えられなかったということですよね。ここまで愚かだとは思わなかったですけれども、先ほどもおっしゃいましたけど、そういう危惧というのは常にあったような気がします。では次の方。じゃあすいません、ずっと上げてらっしゃる上手壁側の女性回していただきます。すいません、 TBS テレビビビットのジョージと申します。よろしくお願いします。ですね、今日雄太容疑者はお母様が自分のためにこのような会見を行うという事実はご存知なんでしょうか？外の情報は何も入りませんので知らないと思います。新聞、携帯、何も持てませんので。昨日面会をされた際にこういう形でお母様の方から会見謝罪を行うというようなことも特に伝えてはいらっしゃらないんでしょうか？はい、15分しかありませんので、まずはどれだけのご迷惑をおかけしたかということ、それを所属事務所の社長さんが、10分ほど使ってご説明になって想像はしていたのだとは思いますが、まあ、それを聞くのが精一杯で、今日のことは言ってないと記憶していますが、面会をされた際にとにかくすいませんすいませんというふうに、容疑者謝っていたというお話先ほどありましたが、そのすいませんすいませんというのはお母様からご覧になって何に対して謝っているように受け取られましたか？ご迷惑
ご迷惑をかけたこと、被害者とされている女性のお気持ち、仕事関係のこと、そして私や姉のことも言っていました。家族のこと、今までここまで力をお貸しくださって働く場所を与えてくださった所属事務所の社長さんに対して全てのことをなくしてしまうということに対して申し訳ないということだと私には見えました。事件のことを聞かれたときは先ほど訳が分からなかったとおっしゃっていまして、まあ、面会できるまで少し日にちがあったと思うんですが、その間、雄太容疑者が送検される様子というのはニュースなどで高畑さんご自身ご覧になってますでしょうか。はい、その間の情報は皆さんが報道なさることしか頼るものがなかったので見ました。なかなか息子さんに会いたくても会えないという状況の中でニュースでご覧になった送検される雄太容疑者の様子というのはどのように目に映られましたか。その時も やはりもうでも辛いとかそういうことよりもこれが現実なのかというのが一番近い気持ちかもしれないと思います。車の中でだいぶ呆然とした様子で雄太容疑者一点を見つめていたように私たちには見えたんですが、お母様にはその表情というのはどのように読み解かれましたか。昨日の接見の状態ではそうですけど、頭がよく動いてなくて、なんか事態を整理できてないみたいな状態の目に私には見えました。ありがとうございます。次の方では、手前側の女性。はい、中京テレビの島田と申します。こうやって例えば成人したお子さんが不祥事を起こした場合に親の責任とかどこまで関わるべきなのかとかよく議論をされますが、高畑さんはその親の在り方というものをどう考えていらっしゃいますか。はい、まあ、成人した男性ではありますけれど、私はもちろんその前に高畑雄太がそうであったようにいろんな方のお力を借りて拝借してこのように仕事をする場を遅咲きながらも与えていただいた一つの母親であって人間でありますけど商品です。そこのところを自分でどう整理すべきか。ですから成人した男性であれ母親の気持ちとしては共に食材すべきだという気持ちが一番に走っておりますが、私だけの気持ちで動いていいのだろうかということも頭の隅には置かなければいけないんだろうなと思っています。お答えになっているかどうか分かりませんけれど、成人している男性だから自分とは関係ないとは絶対言えないと思います。あと先ほども女性の話が出ていましたけど、その雄太容疑者が女性に対する態度っていうのはお母さんから見てどんな感じに見えましたか。例えばちょっと上から偉そうにするのかとか甘える方なのかとか。普段の様子ですか。はい、彼は誰にでも上からとかそういうことはなかったように思います。特別な上からなんかしてるとかそういうことを感じたことはないです。今までそういった女性とトラブルになったりということはなかったんですか。はい、
それでは次の方では、センターの男性ですね。毎日放送の大吉と申します。よろしくお願いいたします。先ほど裕太容疑者、思春期の頃は規律を守れないことがあったりとか、そういう不安な要素もあったと高畑さんおっしゃってましたけれども、二十歳を超えて成人になってからも何かそういう気候であったり問題行動、不可解な発言とかいうのはあったんですか？お仕事を始めてからは、まあ、学校時代はゆすっても学校に起きないみたいなこともあって、お勉強も嫌いだったんですが、お仕事を始まってからは自分で目覚ましをかけて行って、そうですね、結構ちょっと変わったところはある子でしたけれど、まあ夜きちんと寝ないとかそういう心配なことはありましたけど、結構いや、まあ、喜んで仕事をしてましたので、その思春期のあの困った状態の人がここまでなるんだと思ったりしてた次第なんですが。あの困った状態の人がということは、やはり若い頃、まあ、学校に通ってた思春期の頃っていうのはかなり目立った問題行動がよくあったんですか？お勉強が嫌いだったので、学校で寝てたり遅刻が多かったです。そういう意味ではこの特殊な芸能界入りをするときに、高畑さん自身は不安に思っていたことというのはなかったですか？思っていました。ただその時はその変わった要素が意外性を持つという、まあ、こんなことをこの場で言うべきことではないと思いますけれども、ありがたいお仕事をだなみたいに安易に思っていたように思います。まあ、今後裁判が始まっていくと、どんな判決が出るかというのはまだ誰も分かりませんが、実刑も免れないというような報道も出ています。厳しい現実がどんどんと押し寄せてくると思うんですが、そんな中で高畑さん自身はお仕事を続けていける、その精神面は自信はありますでしょうか？先ほども申し上げましたが、高畑裕太がたくさんのお仕事関係の方に多大なご迷惑をかけているのと同時に、私が今お引き受けしているお仕事をここで降りてしまっては同じことをしてしまうと思います。申し上げましたように、12月まではこれを務めることが自分の食材だと思っております。その後のことはまだ考えておりません。それでは次の方、テレビの方が続きましたので、新聞雑誌の方よろしければ、ではセンターの後ろの方の方お願いします。すいません、日本テレビスッキリの大竹と申します。裕太容疑者とは高田さんはご自宅でご一緒に暮らしていらっしゃったんでしょうか？はい、大学、演劇大学が終わって一人暮らしをしていたのですが、連続して出演させていただける番組がうちの近くだったものですから、1年ぐらい前からまた戻ってきました。お二人とも忙しいかと思うんですが、自宅で一緒になるような日というのは多かったんでしょうか、この1年間は？そうですね、私は基本的に外に出ないので、仕事が早かった時は多いかどうかは分かりませんが、自宅でいる時間もあったと思います。今回映画の撮影で群馬に行っていたということですが、いつから群馬に行っていたというのはお分かりでしょうか？はい、一度行ったのが8月の上旬、10日ぐらいに3、4日やっぱり行きまして、そして今回、仕事先からそのまま群馬に向かったと思っています。最後に裕太容疑者と会ったのは、そうしますといつになりますでしょうか？8月23日に、8月20日ぐらいだと、19日か20日ぐらい、
朝出かけていく時だと思います。その時はどのような会話のやり取りだったんでしょうか。それがですね、早朝の仕事からそのまま群馬に行くということなので、泊まりのものがいろいろタオルとかそういうものがなくなっていたので、あ、どういうことなのだろうと思っていたのですが、私は初めてこういうことに際して世の中のルールを知った次第ですが、ずっと本人にも会えず誰にも会えないので、何が起こっているかということは皆さんがテレビに報道なさることを聞くしか方法がないという時間がずっと続きました。その間にも報道の方もいらっしゃったので、お答えしなければいけないかったのかもしれませんけど、何が起こっているのかわからない時点で2日間はずっとそういうものを見る時間が続きました。そして昨日の前日、おとといにやっと弁護士さんと会えて、逮捕された直後の雄太の供述というのを聞きました。昨日はあと接見時間というのがあったのですが、これも初めて知ったことですが、接見というのは事件のことを一切話してはいけない、そうすると接見時間が終わってしまうということで、まずは3人で1組になって1日1組しか会えないということで、15分ありますので、まずはご迷惑をかけたお仕事がどのような状態になっているか、どんなにたくさんの方があなたの代わりをして、撮影の撮り直し、そのことをまず本人に伝えなければいけないということで、それでもうほとんど10分は終わり、本人もただ泣いてすいませんすいませんを繰り返すばかりで、私たちも初めて顔を見たので、かけた言葉もよく覚えていませんが、ちゃんと自分のしたことは分かってるよねって言ったら、申し訳ない申し訳ないしかなかったと記憶しています。高畑さん、ご自身はその事件のことを聞かれてどんな思いを抱かれたんでしょう。何のことかよく最初は正直わからなかったです。これまでも不祥事を起こしたら私に仕事がなくなると、私から仕事を取らないでというようなことをおっしゃったように伝えられているんですけれども、それはどういう時にどういうお気持ちで雄太容疑者に話した言葉だったんでしょう。私どものように皆様の目に触れる機会が多い人間がいけないことをするとお互い差し違えて死ぬぐらいの覚悟でやらなければいけない仕事だと、それは仕事を取らないでイコールやってはいけないことをやってしまうと本当差し違えて死のうねっていうのが合言葉のように、そういうことが分かってもらえるならというつもりで言った言葉ではありますけれど、それがどう彼に響いていたのかはちょっと分からないです。つまりそれはやってはいけないことをやるかもしれないという危うさが母親としてあったということですか。それは思春期とかそういう時代を、そうですね、あったかもしれないですね。具体的には何かその母親として普段感じてた危うさというのはあったんでしょうか。危なかしいと思っていました、はいはい、具体的に何かあったんでしょうか。日常生活がきちんと、例えば仕事の前にきちんと寝るとか、そういうことを見ていると、そうですね、不安な要素はありました。それはいつ頃からだったんですか。
小さい頃からあったように思います。では次の方お願いします。テレビ朝日のモーニングショーの山崎です。昨日面会された様子なんですけれども、覚えている範囲で構わないんですが、雄太容疑者はどのような様子だったんでしょうか。何度も泣いたのか、目がもう腫れ上がって、とにかく震えて泣いているばかりだったです。本人は今回の容疑なんですけれども、強姦致傷の容疑ということなんですが、これを認めているということなんでしょうか。私も今回初めて知ったんですが、接見をする場で事件のことを喋ってしまうと、ずっと接見禁止というものになってしまうので、事件のことは一切話してはいけないんだそうです。ただそのすみませんと言っている様子からすると、まあ、この罪、犯した罪というのの大きさ、それをすべて受け入れているという様子でしたか。そのように思いました。高畑さん自身からはどのような言葉を実際かけられましたか。今も申し上げましたように、外での様子がまるで分かりませんので、いろいろな方にご迷惑をかけている状態、お仕事が大変なことになって、そのリカバリーにどれだけの方がどれだけのことをしているかということをまず分かっておりませんので、その報告をしなければということがもう10分でしたので、私どもは何を言ったんですかね、もうほとんど覚えてないですが、大変なことをしてしまったねっていうことと、本当に一生かけて謝らなきゃいけないよっていうことと、でも社長と私と姉と3人で会いましたので、こんなことは本当に不謹慎で言ってはいけないんでしょうけども、本当に申し訳ないことをしたねって言った後に、でも私はどんなことがあってもお母さんだからと、姉はどんなことがあっても雄太のお姉ちゃんだからっていう、その3つだけを言ったように記憶してます。申し訳ありません、そんなことを言って。今はどんな言葉をかけますか。まず相手の方の気持ちを考えること、今申し上げてましたように、こんなことになっても親というのは本当にバカな生き物で、どうにかしてこれが間違いであってくれとか、息子のことをかばおうという気になってしまいます。でもそれは今やってはいけないと思っています。被害者と言われる方がもし自分の娘だったらということを頭の中ですり替えて、物事を冷静に見なければと思っています。自分の息子がやったことではない、被害に遭ったと言われる方が自分の今いる大切な娘だったらと考えなければというふうに置き換えて物事を見ようとしております。はい、次の方。中京テレビです。はい、よろしくお願いします。その今お話しされました被害者女性についてなんですけれども、すでにもう会って謝罪は済んだのかどうか。はい、まずその方にお会いしたかったのですが、お会いすることはできませんでした。会おうという努力をされたということですね。会う予定とかっていうことは立ってるんですか。今のところ立っていません。今も自分の娘のようにっておっしゃいましたけれども、が被害に遭ったらということですけれども、この被害者女性に会ったら高畑さん、なんて謝罪をされますか。まずお怪我のことを伺わなければいけないと思いますし、お怪我以上に本当に
申し訳ないっていうしか言葉が見つからないです。では次の方。はい、すいません。白の方、はい、どうぞ。長谷川さん、そして、あ、はい、すいません、テレビ朝日の長谷川と申します。よろしくお願いいたします。息子さんなんですが、芸能界に入ってから変わったなというようなことはあったのかということを教えていただけますか。芸能界に入っても、芸能界に入ったからということではないように思いますが、まあお付き合いも広がりますし、それを変わったというか変化というのであれば、それは環境は随分変わったと思いますが、最近都民にお忙しくなってきたと思うんですけれども、そういう中で変わったなということはなかったでしょうか。それはもちろん生活のサイクルは変わりましたですけれども、でもそういうことと今回の事件を結びつけてはいけないと思っています。ご自身の